ありがとうございます。改めまして皆さんこんばんは。はじめましての方もいらっしゃるかもしれません。自己紹介だけさせてください。大阪府出身、大阪府生まれ、一緒か、大阪府生まれ大阪府育ちすいません21歳本間志乃という名前で活動しております。よかったら覚えて帰ってください。お願いします。嬉しい。そう、今日はね、歌うマシンガーバトルでしたっけ、なんかそんなタイトルの名前で、そう、歌うまが集まってるということで、今日はそれに呼んでいただけて本当光栄なんですけども、そう、バトルってついてるからなんかバチバチなんかなと思っていらっしゃる方おられるかもしれないんですけど、楽屋もうガールズトーク飛びまくりみたいな感じで仲良く5人でおしゃべりとかたくさんさせてもらって、本当に今日はいい回に呼んでいただけたなと思います。さあ、今日は30分なので5曲歌うんですけど、もうちゃんちゃかちゃんちゃかやっていこうと思います。2曲3曲連続で聴いていただきたいんですけども、2曲目がバラード、3曲目ぶち上げ曲となっておりますので、高低差エラーやりますがなって感じなんですけども、皆さんついていってついてきてくださって盛り上がっていただけたらなと思います。それでは2曲3曲続けて聴いてください。お願いします。
シンガーバトルということで、そう、自分の好きな曲、
良さが出せる曲、伝えたい曲をね、5曲選んできたわけでして、次4曲目なんですけども、そう、時間大丈夫だな。そう、なんか私が飼ってたウサギの話なんですけども、そう、10年生きて、まあちょっと前というか、まあ、2、3年前なんですけども、もう亡くなりになってしまったんですよ。でその時に私なんか身近な存在が天国に行っちゃうっていう経験が、それが初めてで、あ、こんな家族が突然遠いところへ行ってしまうっていうのがすごい、なんかこんな感じなんやと、ね、思って、でその時にある曲を小学校の時に聴いてたのを思い出して、ジュジュさんの奇跡を望むならっていう曲なんですけど、皆さん一回ね、YouTube で見てほしいんです、ミュージックビデオを。あれ見て泣けへん人はいないと思うってぐらい、すっごいいいストーリーで、それをね、小学校の時にすごいお母さんの影響なんですけども、ジュジュさんを聞いてて、その YouTube を見て、すごいあ、ここ来るなって小学生ながらに思ってたんですけども、それを思い出して、ウサギのことを考えながら、そうやってその曲を改めて聴いたときに、あ、すっごい、なんていうの、自分に寄り添ってくれるなっていう曲で、そう、もうすぐね、ウサギちゃんのその命日なんですけども、それを思い出したときに、あ、今日はこの曲を歌おうと思って持ってきました。よろしければ皆さんもね、いろんな人が思い浮かぶと思うんですけども、それを思いながら聴いていただけたらなと思います。それでは聴いてください、奇跡を望む。になるかまだわからないけれど。
ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いつもね、来てくださってる方とか私の歌聞いてくださってる方ならわかると思うんですけども、私あんまバラード歌わないんですよ。そうですよね、バラードあんま歌わなくって、今日はちょっと新しい本間市の今日お見せできたのではないかと思います。初めましての方、ありがとうございますありがとうございます。そう、初めましての方はこいつ元気な歌も歌うし静かな曲も歌うねんなみたいな、ねみたいな感じだと思うんですけど、いつも見てくださってる方ならしのちゃんなんか珍しいやみたいな思ってくださると思うんですけども、それではね、早いことで最後の曲を行かせていただきたいと思います。さすがさすがも皆さんやっぱりね、ライブハウス行かれてる方いらっしゃるから、そういうノリもねちゃんと分かってらっしゃってありがとうございますそう、最後の曲は私のオリジナルソングでして、私の大親友でもあり尊敬しているシンガーソングライターのあやっていう子が私に曲を作らせてくれって言ってくれたんです。まあそんな嬉しくてぜひって感じでお願いした曲なんですけど、そう、私のねことをイメージしながら書いてくれた曲ということで、
女の子の間にっていう曲でして、もうすっごいキュートでプリティで、あの恋してる人なら共感していただける曲になってると思いますので、ぜひ聴いていただけたらなと思います。あとね、ちょっとこの曲でサブスクだ趣味やみたいな言ってくれた方がいらっしゃって、もしかしたらサブスク出すかもみたいな感じで今ジャケ写とかさ頼んでるんで、そう、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。さあ、それでは早いものですが、私の最後のオリジナル曲、女の子の間にを聴いてください。お願いします。短いスカートを揺らして鮮やかに染まる髪を撫でて、女向こうの間に入り行きたい、君がいる取れないら欲しいお化粧は君のためのふるさと、レベル1でも50くらいは跳ね上がってく、世界一可愛い女の子でありたいの、短いスカートを揺らして鮮やかに染まる髪を撫でて、女の子たくさん出てくるので、最後まで楽しんでいってください。今日はありがとうございました。